観光客や市民で賑わうニューヨークのタイムスクエアが銃の持ち込み禁止エリアに指定されましたニューヨーク州は一日木曜日からタイムスクエアなどを銃の持ち込み禁止エリアとする法律を施行しましたこれは今年6月連邦最高裁がニューヨーク州全域を対象にした銃の形態を規制する法律を違憲としたことを受け州は 新たたな改正法を可決したものですそれによりますとマンハッタンのタイムスクエアのほか州内の政府庁舎、医療施設、学校、公共交通機関、礼拝の場などを禁止エリアに指定し現行の銃携帯の許可証を持っていても禁止エリアに銃を持ち込んだ場合は重罪となります。ス 改正法では銃の携帯を申請するには過去3年間の SNS アカウントの提示が必要で16時間の講習と2時間の射撃訓練が義務付けられます。 違反した場合1年から4年の実刑の可能性もあるということですがこれをどう取り締まるのかが今後の課題となりそうです。<music>